福岡にやってきております。ありがとうございます。おうっすめっちゃ食いつくもん。うわもういただきます。うまうめぇ、うまくないっすか。うめぇ。いや食ったね。食ったっすね。お腹いっぱいだ。いやマジでうまかったっす。こんな弾丸でバンバン回ってくの、やばい。もう食えんよ心情っすね。もう食えん。次はどこ行くんですか。確かに次はあの名店っていう、まあまあ食品。ああ僕が出したとこっすね。ここもう、え、バーバーショップセレクション。はい、ここ僕セレクションです。な、どういうとこ。ここなんか美容室なんですけど、うん、美容室なんかバーとかくっついてるんですよ。ちょっとイケてる美容室で、で僕が東京来た後にできてて、うん、ちょっと興味あったんで、うん、ちょっといいっすかちょっと興味あったんでいいっすかあ、そういう視察も兼ねてね。なるほど。次へのすごいな。そうなんですよ、次への視察も兼ねて。なるほど、頭いいね。どうすかいいっすね。いや雰囲気超良くて。いやそうなんだ。ずっとモテようとしてるじゃん超良くてマジでマジか。しかも髪も切れるからそう、美容院とバーが併設してるって聞いたことあるな。なんか変わってるんですよ多分。え、そう、髪切りながらお酒飲めるとかなのかな。え、多分だから染めてる間に飲めるとかじゃないですか。結構熱くないですか。でもそれ髪って結構時間かかるじゃないですか。かかるかかる。で、なんか多分飯とかも食えるんですよ。え、髪の毛切るってこと。じゃあ切ります。え、どれが切んの。一種スタッフさんがスタッフさんが生贄生き師さん。え、いいんですか生活できるかろうじて出た言葉が生活できるだったっすよピザってこんな感じになっちゃったんだそのうちなんか入れ墨を入れましょうみたいなおすすめのスタジオあるんでタトゥーを入れようみたいなバーついてるんすよマジ良くてタトゥーバー墨入れてる間に飲めるんすよって。全く同じくだりやってるかもしれないあるんですよ。流行りそう。ちょっといやいや、りやばいっすよ多分酒入ってたらめっちゃ血出るんでダメっすね多分。アルコール入ってたら墨入れるめちゃくちゃ血出るそうなんだ。あの血流良くなっちゃうんで。そっか、めっちゃ血出るんで堀市も嫌がるっすね多分。いつもどこで入れてんの。東京。僕はもともと堀市名古屋の人なんですけど、まあ、最近東京にスタジオ移してて、え、今代々木っす。バリリッチ良くなったんですよ。へえ。全然詳しくないんだけど、はい、1回で掘れる面積って決まってんの。人によるっすよ。気合いすまし。気合いや痛いんだよね。めっちゃ痛いっすね。僕両脇腹、うん、入れた時は、うん、片方ぶっ続けで、まあ、細かい休憩とか挟んだんですけど、うんうん、ぶっ続けで5時間やって、でタトゥーベッドで4時間寝て、うん、そのまま起きてもう5時間反対側やったんですけど、うん、反対側の5時間やってる時俺体じんましん出ちゃって、痛すぎて。あ、そうそう、なんか体が勝手に拒否反応みたいな出ちゃって、マジ痛かったっすね。なんで俺こんな重いしながら普通になんかちょっと冷静になってたんですけど俺何してんだろうお金払ってお金払って何してんだろうってめちゃくちゃ苦しい。まあでもボリア似合ってるからな。いやそう、かっこいいよね。かっこいいからね。そうそう、出ますか、じゃあ同じのちょっとごめんなさい。ボリアのお父さんを入れて、うん、俺のお母さん入れてよ。だからあ、そうしよう。だから交換しましょう。交換しましょう。めっちゃそうしよう。トレーディングいいね。そう、いいよね。いや、そうしましょう。全然もう僕 OK っすよ。じゃあ俺、うちの犬コロ入れよう。僕んちの猫も入れてください。なんでやろ。いやでも僕それこそその下りの後からめっちゃコメントで言われるんですよ、うん、まだタトゥー入れてないのかって。なんかタトゥー入れてないみたいな。入れたら引くやろって。実際入れたらめちゃくちゃ引くやろって、ね、申し訳なくなりました。脱いだ時にさ、あんな母ちゃんいたら申し訳なくなりました。順に一番気まずいやろし、気まずい。コメントしてきてるやつならもう絶対引くんですよ。入れたら絶対そうじゃないですか。子供があったらね、子供の名前とかあったらワンちゃん入れてもいいから。でも別に僕全然大丈夫。お母さん入れますよ。ちっちゃくミニチュアで入れてもらおうかな。ミニチュアで自分の親どころか先輩の親まで入れるみたいな贅沢。集合写真みたいな。肩組ませますね。勝手に僕いいねいいね。肩組ませたいね、こうやってみんなで、はい、隣に自分の父親も掘って勝手に肩組ませる。あ、いいねいいね。いつか言いましょう、天国のウイ入れみたいな。
ポーズ組んでみんなで死んでったらみんなでみんなでそうどんどん増えてったら頭に輪っかつけてやろうぜ、はい、11人で先着でやります今まだ2人しか待ってないバリ仲良しっすよ俺バリ仲良しそれやったらもうさ喧嘩できねえよ間違いない死ぬまで付き合わないで間違いないっす包囲持ってくれたしな確かに強制的に強制だよ、ね、ずっとつるまでいかんことないそうしよう最近も順にか連絡来てるなと思ったら突然スミーク写真入れたんで遊んでもらっていいですかまたこの辺がもう天神ど真ん中の通りですよ福岡はもうほんとここ来たら全部終わっちゃうから、うん、超楽でいいんですよねうーん東京とかだったらこうなんか新宿から渋谷でまあなんか10分15分かかったりとかそっから秋葉とか行ったらもっとかかっちゃったりするじゃないですか、うん、全部遊ぶ場所別々だもんね六本木とか渋谷とか、ね、新宿とか池袋とかねそうそう福岡ここ以外さら地なんで超便利ですよ交通誤解があるなあなんか俺福岡やっぱ一番いいなって思う空港マジ早いんですよあ確かに空港の速さマジ異次元ですね超アクセス良くてしかも近いもんね超近いです超近いだもんねそうなんですよだからもう僕らみたいな計画性ない人間からしたらマジありがたい立地でいつもあやばいみたいなもう30分しかないとか超あるんで俺らいつも俺ら空港で名前呼ばれてるんですよいつもオニヤじゃんいやいつも名前あるし必ず5人呼ばれるから空港内にいる俺のこと知ってるやつ気づくんですよいやたまにツイートされてるんですよまたレペゼン乗り遅れそうだレペゼン乗り遅れそうなんですよ電車は何線なの電車は、うん、もう地下鉄が1本空港線っていうのが走ってて、うん、それと地下鉄もう1種類七熊線があるのと、うん、あとはなんか地上を走ってるそのなんかあのサラチ方向を走る電車がいいのその表現大丈夫なのまあ僕市内なんで煽りまくるやんマウントの取り方そこしかない煽りまくるやんもうそこしかないんだよでもレペゼンってめっちゃ僕かっこいいイメージあるんだけどマジっすかうんそのアーティストとしてねマジっすか、うん、アーティストとして僕らのこと評価するのはまずいんじゃない大石さんいやいや俺は評価するよマジっすかかっこいいと思うでかっ大石さん俺らのケツ持ちだから私文句あったいつも大石さんがいつでも相手になるいやかっこいいよマジっすか普通にパフォーマンスがすごいよねそんなマジで自信ついちゃうだってこの前のその代々木のやつ俺なんかその友達が言ってたから聞いたら、うんうん、開始1時間で社長テキーラで潰れたことないそれニュースにもなってたからですよDJ ブースに肘ついてたずっと肘ついてたふざけてんのか代々木体育館っすよ、ね、バリ酒打つ入ってたっすよ次の日もう二度と飲まんてめっちゃ責任感じてたっすほんとすいませんでしたまもなく着きまーすお違法店かもしれないいやその感じすぐ違法店っていう全部違法店ここっすねもうここっすよついに着きましたねこれですもうかなりリサーチしてきてるんで、うん、もう玄関まで分かってますここ玄関っていうのかあ分かんないですけど入り口で多分ここが玄関ですメリケンバーバーショップそうなんですなんかメリケン良くないですか名前はいいわいいっすよねなんか行っちゃっていい行きますかじゃあちょっとおしゃれおしゃれ扉ちょっと失礼します武骨な感じがいいねかっこいいっすよねかっこいいレンガがドソッと置いてねどうもこんにちはこんにちはよしよしよろしくお願いしますかっこいいかっこいいなんか海外の理髪店みたいな、うん、確かに海外っぽいですよめっちゃかっこいい、うん、雰囲気めっちゃ1920年ぐらいにあったそのスピークイージーっていう、文化がある禁酒法の時代の、はいはい、その時をジャパン風にちょっとカジュアルに、まあ、奥にちょっと前のバーがあったんですけどバーが隠してあるみたいな感じそうなんですよで床屋を通っていくみたいなはあそういうことなんだ、はい、めちゃくちゃいいっすねなるほどおしゃれ雰囲気やっぱいいですね。かなりリサーチ出てきてるんで。奥のバーボン。いいですか。いいですかじゃあ。ここもいいね。お昼はもう床屋しかやってないです。あ、そうなんですね。へえ。でここでちょっと。じゃあ夜は空いてるってことですか。夜は今閉めて8月ぐらいにまた改装。ああ、8月が。はい、いいですね。いやめちゃくちゃいい。かっこいい。こうやって髪染めてる時になんかこれちょっと。なんか食べたりとかが将来できるようになるよって8月とかでそうですねで飲み物とか、まあ、飲みながらタバコ吸いながらパーマ待つみたいなめっちゃいいそんなめっちゃいい最高じゃんタバコ吸えんのめっちゃいいパーマかけてる時にパーマかけてる時間が一番暇ですよ一番暇ですよやば
はい、ちょっとせっかくなのでうちのスタッフさんの髪を切ってもらおうかなと。あ、もちろんです。はいですけども、いいですか。もちろんです。よろしくお願いします。え、キシさん、せっかくだから超イケイケにしてもらえない。いや、もう女をバチ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 バーバースタイル、バチバチバリ萎縮してるじゃん。バリ萎縮してる。こんな萎縮してるの。もう捕まる前よ。両腕組んでるじゃないですか、前で。出頭してきた人じゃん。めっちゃ上手いです。かっこよく仕上げます。おお。動画が上がる頃にはちょっと娘ができる。バリプレッシャー、バリプレッシャーいいじゃん、プレッシャーバリやばい。爽やかにしてね、かっこよくしてもらった方がいいよ。いや、バボかっこいいってなるっすよね。福岡で一番爽やかに。おー、楽しみですね。で、後で合流するので、後で合流する一旦放置されるの待ってたわけじゃないんだ、僕ら。え、なんかあそこで酒飲みながら待つわけじゃないんですね。置いていくんだ、置いていくんだ。そんなことあります？仕上がりようってことですね。あ、なるほど。そうですか、楽しみにして楽しみにしておいてください。え、ピザってこんな番組やったっけ。おしゃれ、すっごい。おしゃれ、いいっすね。いい、東京にも出してほしいっすわ。あ、東京出します。マジっすか。そうなんですか。同じ携帯で。同じ携帯じゃないですけど、ちょっとまあ雰囲気は変えてなんですけど、今年の6月。お、マジっすか。はい、東京店に。どこら辺ですか。渋谷。渋谷の三丁目に。ど真ん中じゃないですか。うわ、全席喫煙っすか。それしない、それしない、だったら言ってたわ、俺。それしないかな。渋谷の条例、条例次第で。カード、カードが、もうコソコソやるから。コソコソ。なんでやるって、お前。じゃあ、岸さん。じゃあ、岸さん。いいですか。いいですか。すみません、ありがとうございます。はい。楽しみしてます。楽しみしてます。楽しみしてます。もう、この結果を見て渋谷三丁目行くから。確かにね。獲得します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、バーバーショップ戻ってきました、メリケンバーバーショップ。あの、カメラマンのキッシーさんが仕上がったそうなんで、おい、ちょっと覗いていきたいと思います。行きますか。どんな感じになってんやろう。まあでもね、言ってっすよ。言うて言うて。そんな、お疲れ様です。あ、です。あ、仕上がりました。あれ、キッシーさんいない。登場してくるのか。そんな、そんな、そんなでしょ。じゃあ、キッシーさ ん, さん開けてください。開けてください。めっちゃいい。うわ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい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 じゃないですか。バリ笑顔。ほんでバリ笑顔。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。風持ってそう。うわ、そっちの方がいいよ。なんか、めっちゃいいじゃないですか。後ろ向いて、後ろ向いて。うわ、めっちゃいい。いや、めちゃくちゃいい。めちゃめちゃかっこよくしたよ。そうっすよね、バリ笑顔っすもんね。え、いいわ、いいわ。これめっちゃかっこいい。こんなに顔出したの初めて。配信者みたいな。めちゃくちゃかっこいい。すごい、マジで超いいと思う。こっそりパーマも歩きました。あ、そうなんですか。パーマちょっと立ち上げて。パーマで立ち上げてんだ、これ。そんなこともできるんや。カチカチです。触りたい。俺も触りたい。うわー、ほんとだ。ほんとだ。あー、かっこいい。バリ嬉しそう。バリ嬉しそう。え、どうなの、どうなの、本人は。いや、もうめちゃめちゃ嬉しい。もうかっこいいパパでいなきゃいけないですよ。家族写真多めに撮る。確かに、確かに。めっちゃいいじゃないですか。ちょうどよかったっすね。いやー、でも、よかった。めっちゃいい。すげーわ。え、俺も福岡来たら、ちょっと切りますわ。いや、もうめちゃくちゃ素晴らしかったですけど、お知らせなんてあればぜひ。福岡の慶応でやってますので、もしこういった髪型にしたい方であったりとか、お待ちしてます。渋谷でもできますもんね。渋谷に6月の頭ですかね、3丁目に。俺たち行く。俺多分そうなってますよ。めちゃくちゃイケてるっすよ。俺も次の場所こうなってるかもしれないけど、みんなで。俺も次の場所。ぜひ皆さん足を運んでください。足を運んでください。はい。うわあ！待って、公園！本当に？俺本当に？マジで無理や！ああ、お父さんお母さん今までありがとうございました。あ、
ここ絶対あかんとこ。